猫の話。先日、雲一つないいい天気の日。よく見かける野良猫が塀の上でうつらうつらしてた。普段は私を見るとすぐに逃げていくのに、なぜかその日は身動きせずに。半目を開けて箱座り、足を全部体の下に隠す座り方でいるので、ちょっと近づいてみようかなぁと、ゆっくり寄っていったら、突然、同じ格好のままコローン、ドスフーッと、塀から落っこちた。ほんと、まるでぬいぐるみが落っこちるみたいに、道路に落ちても身動きせずに半目のまま。こんな、目の前で死なれちゃ嫌だしと思って、ショッピングバッグに入れて動物病院に持って行ったら、結果は熱射病。まさか猫が熱射病になるとは思ってなかったのでびっくりした。治療費に諭吉が飛んで、さらにびっくりした。もしかしたら他の家の猫かもしれないし、野良猫は慣れないと聞いたので、良くなったら元の場所に戻してやろうと思ってたのに、クーラーのある部屋から動こうとしない。それどころか、勝手にタオルを数枚運んできて、ソファーの陰に巣作りしてる。拾った場所に、迷い猫預かってますのポスター貼ろうと制作してたら、ちょっと目を離した隙に、口に加えてブンガブンガ振ってボロボロにしてくれた。保健所に飼い主から電話行ってないか聞こうと電話してたら、突然飛び乗って、足でケリッと電話機落とされた。ネットの里親募集サイトに募集出そうとしたら、キーボードに寝転がってびくともしない。どうしたらいいの、これ。飼える環境だけど一人暮らしだし猫飼ったことないし、思ってたよりお泳ぎの良い、トイレもちゃんとできる良い子だから飼い猫な気がするし、がっつい始末みたいと思ってたけど、洗ってよく見たら可愛い顔してるし、甘えて、おがーんって泣く。探してる人がいたり、うちより良い飼い主が現れると思うんですよ。でも、探していなかったら飼ってあげてもいいかな。とりあえず、コロンドスと呼んでます。